さあ今回はですね私のアウトバックウィルダネスカナダ仕様をご紹介させていただきたいと思いますまずですねこの車に搭載されているエンジンなんですけれどもエンジンは2.4リッターのターボエンジンになりますこれはですね先日発表されました新型の S4 であったりあとはねレボーグ B 型の2.4リッターモデルと基本的には同じエンジンになります 何が違うかっていうとコンピューターのね制御がおそらく変わってくると思うのでそこら辺でね走りの違いが出てくると思います。でこの車のねボディカラーなんですがこちらはですねウィルダネス専用色となっているガイザーーブルーになりますで今ねちょうど太陽光が当たっていて非常に鮮やかなねブルーを発色しているんですけれどもこれがですね夜になったり日陰にね入ったりすると非常に深みのある ブルーを発色するのでえ1色で2色味わえる。そんなねボディカラーになっております。なかなかいい色だと思います。これはでまずね。フロント周り行ってみましょうか？フロント周りはこんな感じですね、えー。いかがでしょうか？非常に迫力あるフロントマスクになっていると思います。やっぱりね。目を引くのはこちらですよね。樹脂バンパー。これ？ これはね本当にオフロードテイスト強くて非常に迫力ある顔をね演出していると思いますで。さらにこのフロントグリルも国内仕様とは違うデザインになっていて結構かっこいいんじゃないかなっていうそんな印象ですよね。そしてヘッドライトはねこんな感じになってますキリッとしたね目つきになっていてこの この字なんですけれどもこのコの字はヘッドライトをオートにしておくとデイライトとして機能するタイプになりますでウィンカーはこんな感じですね豆球になっていますまあこのフロントマスクには LED よりこのね豆球の方が似合うかなというねそんな印象もありますそしてこのウィルダネスのアクセントカラーなんですがこれはですねこの色カッパ色になりますでちなみにこちらはですね ケインフックが備わっているということでフロントには1箇所2箇所入っているといった形になりますそしてフォグライトはこんな感じ丸型の6連ですねこれはおそらく国内アートバッグと同じものかなっていう感じもしてますで国内のスバル車にはですねもう歩行者用エアバッグっていうのはね標準装備になっているかと思うんですがこちらのモデルにはありません まあ歩行者用エアバッグがね、えー、ついていたらオフロードの衝撃で開いてしまうということもあるかと思うんですけれどもこちらの車にはないといった形になりますそして一つ面白いのがワイパーあたりをねご覧いただくとですねこうホースが出ていてここにノズルがありますよねウォッシャー液を使うとここからねウォッシャー液が出るのはまあそれはそうなんですけど ウィルダネスに関してはここからも出ますこれはウィルダネスらしさですよねやはりこの車オフロードを想定しているということがあってもしこう泥をねブワンと被った時できるだけ早くこうフロントガラスについた泥を落としたいっていうのはあるのでこういったものが備わっているということになりますこのウィルダネスのフロント周りで 面白いところはですねこのフロントバンパーにあってそれはなぜかというとですねご覧いただくとね分かりますが切れ目がありますよねこちらとそこに切れ目があってこのフロントバンパーおそらく左右別々に交換することができますこのウィルダネスオフロードをね走るために作られているっていうねそんなモデルでもあるので壊れたら交換修理じゃなくて 交換っていうのが前提に作られているっていうね、そんな印象もあって結構ね面白いです。見ていて面白いです、本当に。で、最後、このフロントカメラ、これね、標準ですね、フロントカメラは標準のものになっています。ただし画質はめちゃくちゃ悪い、これも北米ならではだなといったね、印象があります。で、斜め前から見るとこんな感じですね。かっこいいですよね、やっぱり。 うん、この斜め前からの姿結構私個人的に好きかなといった印象があります。でこのねウィルダネスのボディサイズなんですけれども全幅は1900ミ、mm、リ全長は1870ミ、mm、リ全高は1710ミ、mm、リ最低地上高はなんと241ミ、mm、リといった形になっております。この ワゴンタイプの車で最低地上高が241ミリスバルの中で最も高い車になっているといったところでこれは非常にに激なな仕様になっておりますで国内仕様のアウトバックとウィルダネスのミラー2ミラーはね多分変わらないと思うんですけれどもこの全幅1900ミリっていうのはどっから来てるかというとこれですね。このごつい樹脂フェンダー これで1 9 0 0ミリを作っているといった形になります。もう見た目からしてね、ごついですよね。で、このウィルダネスに装着されているタイヤはこちらになります。横浜のジオランダオールテレインタイヤの G015 というモデルになります。で、タイヤサイズはこちらになります。 ちなみにスノーフレークマークがしっかりとついているということで、まあ、雪道も行けますよっていうことですがアイスバーン路面は弱いのでこれでスキー場に行くのはちょっとどうなのかなっていう部分もあります。でホイールはマットブラック塗装がされているホイールで結構これもねかっこいいですよね。でさらにサスペンションはこんな感じストローク量の多そうなサスペンションが備わっていると。 いった形になりますそして左をちょっと見るとスバルウィルダネスというねウィルダネスブランド専用のバッチが備わりますでこちらの車は北米仕様になるので、えー、日本のね車検を通すためにこういったところにサイドカメラが備わっておりますこちらはね標準ではなくてロッキーさんが取り付けたサイドカメラになりますでサイドカメラのモニターはここですね ここに備わっているといったところでこれ結構ね見た目はブサイクなんですけども見やすいです非常に見やすいモニターになっておりますで、今ね真横から見ている形になりますがちょうどね日陰になっているんですけれどもやはり先ほどとね見え方が若干違うかなとやっぱり深みのあるブルーになっているかなといった印象がありますで、このウィルダネスに装着されているこのルーフレールですよねこのルーフレールは 止まっている時耐火重が318キロということでルーフトップテントもしっかりと載せられるといった形になっております。でアクセントカラーはこんな感じですねこちらにもカッパー色のアクセントカラーが備わっているといった形で今ねちょうどサンルーフ見えておりますけれどもこれは私がオーダーしたものじゃなくてもうこの車のパッケージとしてついていたものです。 この、ね、アクセントカラーはね良いかと思います日本仕様はねグリーンですけれども、えー、ウィリダネスはこのカッパ色といった形になっていてアウトバックっていうロゴもカッパ色になっております次はですねリア周り見ていきたいと思いますけれども結構個人的にねこの斜め後ろからの角度も好きですねでこうしゃがむと 最低地上高の高さをしっかりと感じられるかなといったところですで、この車もですね日本仕様と同様にテールライトはしっかりとこの字光りますただしリアフォグがないんですよごつい樹脂バンパーがついていてリアフォグがないのでここにリフレクターが左右備わっていると いった形ですでさらに左に、ね、目を移すとこの「スバルウィルダネスのバッジがあってその上にはブラックアウトされたアウトバックの、えー、ロゴが備わっているといった形ですでこの車には後ろにもですねこのケインフックが2箇所備わっているので、えー、合計4つついているといった形になります、まあ、そんなねオフロードテイスト満載の車なんですがこういったところには後方センサーですよね後方センサーが。 しっかりと備わっていて安全性にも抜かりないなといった、ね、印象がありますさあ今度はね太陽光が当たっている面に来ますのでちょっと色の見え方っていうのも先ほどとね若干変わってくるかと思いますちょっとわかりづらいかなちょっとわかりづらいですね、うん、でもやっっぱり太陽光が当たっている面は 結構明るい青に見えるという印象がありますねこの車はねあのスバルの車なので当然視界は良いです、えー、ガラス面が非常に大きくて視認性は高い車になっておりますでここでですね一つ面白いポイントをですねお伝えしたいと思いますがまあ、アウトバックっていう車まあ、日本のイメージだとやっぱりフラッグシップモデル というね、えー、イメージがあるとは思うんですよ。そんな車なんですが、このウィルダネスに関してはですね。これよ、これこれ。どん、手動でございますよ。はい、えー。北米のアウトバックは手動です。で、これは。向こうの文化です。あの、ウィルダネスだから、手動っていう感じじゃなくて。ほぼ北米の車の。 ドアミラーは手動だそうですこのねドアミラーを畳むっていう文化がそもそもないんじゃないかなっていう感じはありますよねやっぱりあの敷地が広いので駐車場も広いですしこういう畳む必要性はあまりないんじゃないかなという感じはありますでこのミラーカバーなんですけどもこれが皆さん本国だといくらだと思いますかこれね約20でで買えるそうです めちゃ安いということはやっぱり、えー、例えば草木にねこのドアミラーをヒットさせて破損させた場合はもう修理じゃなくて交換っていうことで安く仕上げられてるといった形になりますよねこの辺は本当に文化の違いだと思いますウィルダネスなかなか面白いぞという印象ですよねでまたねフロント周りに戻ってきましたけれどもあちょっと 大事なことをお伝えし忘れておりましたこの車下を覗くとこんな感じになってますこちら何かというとスキットプレートというもので要はエンジンを守る部品になってます最低地上高2 4 1ミリある車ですけれども例えば大きな岩はここにヒットしてもエンジンを守ってくれるというね装備が備わっていると いう形になりますでちなみにこのウィルダネスにはスキッドプレートが3つ、えー、入っていてエンジン下とミッション下とあとはデフ下にスキッドプレートが備わっておりますこれで本格的なねオフロード走行しても大丈夫な仕様になっているという感じですよねそしてこのボンネットにあるこのデカール なんだかお分かりになりますでしょうかこちらはですね太陽光がボンネットに当たってその眩しさを軽減させるためにこのね黒いデカールが貼られているということでやっぱりこのウィルダネス砂漠荒野を走る車ですからこういったものが備わっているという感じです日本では全く必要のないデカールになるといった感じですよね結構このボンネットのデカールって 向こうの車ではよく最近見かけるんじゃないかなといった感じもしております。ということで今回はですねこちらアウトバックウィルダネスエクステリア、えー、ご紹介させていただきました皆様いかがでしょうか結構ラギットでかっこいいと思うんですけれども、えー、この車はですね、えー、埼玉県さいたま市にありますロッキーさんで。 定期的にね輸入されてるっていうことなのでもしまあご興味ある方は一度ねお問い合わせしてもよろしいのかなと思いますのでぜひぜひお問い合わせしていただければと思いますで次回はですねこのアウトバックウィルダネスの内装インテリアを見ていきたいと思いますおそらくね外装より内装がね気になっている方いらっしゃると思いますのでぜひぜひご覧いただければと思いますそれではねまた次の動画で お会いしましょう